言ってた。え、どうやってするか。今回は確定でビクトリークラウンを獲得する方法をご紹介します。まず最初に人が降りてこないような場所に降りてください。今回はマップの端に降ります。ただ今5倍速中、今しばらくお待ちください。着地したらまず最初に落下時に用の資材を集めてください。ただ今3倍速中、今しばらくお待ちください。資材を集め終わったら落下時に用に積んで一人を除いて飛び降りてください。クラウンを必ずゲットの。ダウンしたら覗かれた一人に格殺を入れてもらいましょう。ここら辺。え？あ、待って、やべ、俺死ぬ。あ、危ねえ。格殺が無事に入ったら覗かれた一人にフォートナイト自体を落としてもらいましょう。ねえママ、おにぎり作っていい？このように覗かれた一人がデスポーンしたらマッチにいる誰かの感染になります。こうなったらあとは放置するだけです。ただ今8倍速中、今しばらくお待ちください。この人がビクロイをしました。ちょっと待って。はい、しっかりクラウンを獲得できて合いますね。これで今回の動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。